おぴつ座オリーブ教会の皆さん、ライブ配信で礼拝を捧げている皆さん、YouTube でご覧になっている皆さん、こんにちは。はじめまして、佐藤めぐみです。今回アーティストチェーンを通して皆さんと共に賛美を捧げれることに本当に感謝します。今回歌う曲は2017年に私が初めてリリースしたアルバムの中の一つの曲です。大胆にという曲です。その曲は CFNJ という神学校で毎日賛美を捧げている時に与えられた一つの曲です。この曲を作るきっかけとなった御言葉を読みします。ヘブル人への手紙10章の19節です。ですから、愛する皆さん、今私たちはイエスが血を流されたことによって神のおられる至聖所に堂々と入っていけるのです、っていう御言葉です。多くの場合、いろんなものを背負って、いろんなところにこう裁かれていると思って、賛美できない、神様のもとに行けないって思うことが多々あると思う中、この御言葉と出会い、そういうものはもう一切なくて、本当にイエス様の血潮によって追われている人であれば、もう大胆に至聖所に入っていけることを、知って、本当に曲を作りたいって思いが与えられて、この曲を作りました。どうぞ聴いてください。「罪が贖われ」
ありがとうございます。次にアーティストチェーンでバトンタッチをしたいのがライトホープのコウキさんです。彼はラップを歌ったりして一緒に3部作ったことがあります。ぜひ聴いてみてください。